19世紀の金のブローチ。ベログラト区歴史博物館、ブルガリアブローチとは衣服に装着するように尽くされた宝飾装進具である。古代のものはフィビュラと呼ばれ、ブローチとは混同されない。ブローチは通常金属で作られ、銀や金の貴金属以外にもブロンズのような素材で作られることもある。エナメルや宝石で装飾され、ストマッカーのように 単に装飾のために用いられることもあれば、街灯などを留める留め具の機能のために用いられることもある。最も初期のブローチは、青銅器時代にすでに存在したことがわかっている。その流行の移り変わりがかなり激しかったので、ブローチは年代を知る重要な指標となりうる。フィビュラは、ローマ人やギリシア人、あるいはケルト民族や移動民族によってヨーロッパで、 青銅器時代初期より使用されていた装飾的な留め具である。遅くとも800年頃には骨など新石器時代の腐食しやすい素材がフィビュラにとって変わった。フィビュラは有用なオブジェである。地方的類型を慎重に列挙すればフィビュラの年代や分布状態により貨幣や陶片によるものとも違う年代測定が可能になる。ブラガンザのフィビュラ、ヘレニズム、 紀元前250から200年、大英博物館フィビュラは大きな安全ピンのような形をしており、衣類を止めてずり落ちないようにするために使われた。様々な種類があり、民族衣装がローマ風に統一されるまでは着用するものの民族性や身分など、そのアイデンティティを示す非常に重要なアイテムであった。成功にデザインされたフィビュラは古代衣装において重要な部分を占め、 よりシンプルなフィビュラは、ローマ軍の軍備の一部となっていた。同じタイプのフィビュラが、ローマの頂上、リーメスのローマ居住側とババリア居住側の両方から発見されている。地位を表すようなデザインに見られる文化的な相互作用は非常に複雑である。例を挙げると、ローレンス・ニースは中世初期の芸術で、 スティリコと彼の取り巻きを刻んだ象下のディプティクに見られるフィビュラについてこう述べている。スティリコと彼の息子が着用し、またターシアス2世が着用したフィビュラのタイプは一般にババリアンと呼ばれる新しいゲルマン語派が帝国の権威の象徴を真似て作った金属作品にも見られる。このタイプのフィビュラはケルト民族を起源とし、ローマ貴族によって 異国趣味なファッションとして取り込まれ、ローマの重要な紋章に帰化した後に、ローマ外に輸出されたとも考えうる。このフィビュラは通常は、ブロンズ製で、時に貴金属で作られ、稀には、宝石が散りばめられた。ワシのフィビュラは、しばしばペアで着用され、太陽崇拝を賛美し、多神教の民族の間でも、一般的である。古代のフィビュラは、多くの場合保存状態が良く、 入手も困難ではないため、重要なコレクターズアイテムとなっている。その文化的背景を考慮に入れずとも、様々な装飾や形態など、フィビュラは未だ魅力的な存在であると言える。アーリーメディバルアートオックスフォード大学出版局2002年 P75 ありがとうございます。